行くよ。も戦争に不可欠だ。私の出番のようだね。変身。絶好調だよ。ターゲット確認。冷静さを失う。切る。いや、雷鳴よ、牙を向け。後戻りは許されない。壊れろ。私の出番のようだね。いい感じ。変身。ついてころ。えい。わかりました。私も感じます。流れ域に潜むかすかな不安。本州に何か。あ、漂白者だ。おかえり。研究員が大量の無音区異常を探知した。場外に向かうつもりなら注意して。デバイスの手入れは丁寧に。あと体には気をつけて。それじゃあ、私実験があるから。まあ、白紙っぽいね。でも、気遣いが下手な感じもなんか可愛い。まあ、いつものことだって。それより漂白者、何があったのか教えて。フラクトシデスの野郎、本当にムカつく。キエンとレイン、それと核はどういう関係にある？関係？私は知らないな。はい、
ですが、お二人の関係をお話しする前に、少し今週の歴史について紹介する必要があります。劇場近くにいる講談師から聞いた話ですが、婚礼院は祭主の各が選んだ州の主、その歴代の霊院の中には祭主の共鳴者が存在する。しかし前任が辞任した後、霊院不在のまま長い時間が経った。そして今回の物語、腕刀の戦いが始まる。極楽の地は砂と無種の兵器が残る暗天に覆われた不毛の地。長らく今州に負けが続いていた。憎き無双選手が散らばった兵器の念を取り込み、亡者の残響を己の兵士として刺激する力を振るうその最中、現れたるは良きの元将軍カジョリン。天に並びし蒼月は災いの訪れを語る。カジョリン将軍が剣を高く掲げ、決着をつけるべく飛び出したのだ。黒い炎に染まる剣、それに焼き払われる眼前の敵ども、もはや彼を止める者は何もない。そしてその時、極楽の原に逆さまの雨が降り始めた。天に落ちる雨粒の慟哭と怪物の咆哮、煉獄と化した戦場の騎士も音が鳴ったのだ。カジョリン将軍は最後の命令を下す。全軍に次ぐ戦線維持、最後まで戦え。漆黒の炎でその身を焼きながら、彼は無双選手と死闘を繰り広げた。だがその後の行方は用として知れぬまま、絶望取り巻く戦場の沈黙を切り裂くは雷鳴のごとく炸裂した流銀。ある少年が光竜の旗を引き継ぎ、苦戦の末良きを導き、全軍が撤退を果たしたのだ。この一戦で名を挙げた風の竜を操る少年は数々の武勲を賜り、核によって新しい鎮守将軍に選ばれたのだった。失踪したカジョリン将軍は席を問われる。そして無謀な指揮を取り、大量の兵士を殺したとして、交流史上でも有数の咎人となったのだ。この戦いでひどく消耗した今週だが、祭主がようやく思い越しを上げ霊院を決めたこともあり、祭主と新しい霊院の下で今週は明るい未来をたどると、みなそう信じている。そんなことがあったのか。そりゃ何か秘密の選抜、人と神の間にある絶対的な違いが生み出す。確かに明日突然核が私をレインに選んだ。おっしゃりたいことは分かります。本来青春を謳歌すべき時に何の前触れもなくレインに選ばれてしまった。しか着任してすぐはその能力を疑う声も多く聞かれました。まだ政治を知らない子供だから、実績があっても人を従わせる威厳には欠ける。結局彼女を信じた人たちはただ核の選択を知る。実際核もなかなか人を見る目があると思うよ。これまでのレインたちは、こんな短期間で今週を発展させたレインはきっとすごい人に違いない。私だったら書類の作成だのサインだのって聞いただけで頭が爆発しちゃうよ。なんだっけ、そうだ、大物の器って。やもしかしてレイン様から漂白者さんに関わる手がかりが得られたのですか。観察が2人もですか。確かにあの人たちはあなたに関する情報ですが、敵は闇の中、
下手に動けばその術中に陥ってしまいます。もしかしてレイン様から漂白者さんに関わる手がかりが得られたのですか？北楽野原？漂白者さん、今の北楽野原は名式と戦う。もしかしてレイン様。ブラックシュア？聞いたことないな。光竜のこの黒い花、写真だけでは私の能力でも情報を引き出せませんね。そうですね、フラクトシデスは闇の中、それにでも写真一枚で人探しですか？だったらリンバーさんに聞いてみようよ。リンバーさんは商業区域で盆栽店をやっています。リンバーさんも講談が好きなんだ。さっき見つけに行こう。まだ見ぬ世界へ。おや？へへ、それだけじゃ。じゃじゃーん！残像を素手でちぎる。で、別に気にしてないよ。今日はね、物知りのリンバーさんにちょっと聞きたい。この黒い花についてなの。今週に生えてる草花な。それに今週に。そんな。よしてくださいな、しかち。遠方から今州に来たという。そうそう、あの子は背も低くて優しくて、笑うとキラバナちゃんご飯だよって呼ぶと返事までしてくれて、もう元はといえば私が悪いのよ。デバイスとか通信とかよくわかる。今は多分この前裏山に花畑を作りたいってな。広場を出ると滝が見えるでしょ。そのほわかりました。ありがとうございます、リンバーさん。どういたしまして。またいつでもいらっしゃいな。この道は裏山への近道なんです。滝の裏を抜けると昆州城の背部、屏風山に着きますよ。ついてこれる？この花は道案内してくれているのでしょうか。ついて行ってみましょう。行くよ。花の橋ですね。綺麗。ついてこれる？どうかしましたか？すみません。
まずは自己紹介ですよね。あのご高名はかねがね伺っております。私ベリーナでござい。そうなのですか。でもあの子はあなたが好きと言っていました。植物は嘘をつきません。こんにちはベリーナちゃん。私はシカ、こっちはヤンヤン。あなたたちのことはリンバーさんから聞いています。ところで皆さん、何かお困りですか。私たちある特別な花を探しているんです。ふむふむ、確かに特別な花ですね。そうですね、形と性質から考えると、あやめ、花びらの形はこの黒い花と近いだ。スミレは、ドッコンソウは、あとレモングラスと呼ばれるネオユニオンの植物があります。花蕊の長さは一緒ですが、円錐形に花が咲くこと。忘れるところでした、オーゴチョウです。でもオーゴチョウには特徴的な花柄があります。知らなかった。これは勉強になったね。とにかくこの黒い花は本当に特別で、似たような植物は、だからこれは人工的に作られた新種なのではないでしょ。それにこの十字の花冠、かすかに反響エナジー。おそらくこれは珍しい反響植物で、でも写真だけではどんな土地でどんな共鳴能力に影響されたのかまでは。こっちも手詰まりか。あ、だったらさ、私がこの花を持ってればその組織の人だって思われないかな。シカ、今のもう一回。え、どうしたの。私はただこの花を身につけたら組織の人に間違われるんじゃないかって。この黒い花はブラックシュアメンバーの証でも、一般人にはちょっと変わった花にしか見えない。なのでブラックシュアのメンバーが今週城にいたら。ああ、確かに。でも、あの形だけでしたら一応作れますよ。例えばこう。マジか、すごいすごい、写真のまんまじゃん。それほどでも。いや、ほんとすごいよ。ねえ、もう一回やってみて。もっと見たい。漂白者さん、気づき、さっきから見たことのない黒いやつ。それに流れ息も乱れて。鉄行動なんてダメです、危険すぎます。わかりました、漂白者さん、くれぐれも用心。邪魔ばかりしやがって。ああ、お前も目障りなんだよ。倒すしかないんだ。変な音が断続的に聞こえる。というか、こちらに向かっている。変身。ここから上がれば尾行者の裏をつける。
行くよ。まずは隠れて。どこかな？私を探してる。見つけた。あなた、本当に面白いね。いや、何それ、捕まったらいい？怒った？こんな気持ちになったのは初めて。あなたのこと、もっと…はーい。ね、あなたはブラックショアが指名したターゲットなんだよ。そう、私はブラックショアの花持ち。この黒い花は花持ちの証、そんな感じのやつ。目的ね、賢人をたくさん集めて。どう？興味ある？私は興味ないよ。だってそんなの楽しくないもん。私はね、強いやつを追っかけて戦ってって、本当はやりたいけど。庭には無数の種があるの。その中でもあなたは特別。私はそんな種を守って、で、実った果実が売れたらこの手でもぎ取って。その冷たい口調も素敵。またいじめたくなっちゃう。冗談。とにかく私は特に危害を加えるつもりはない。むしろ逆、しつこい虫けらを払ってあげたのは私なんだよ。だからフラクトシデスなんかと一緒にしないで。あんな連中の立場なんてどうでもいいけど。それに奴ら、少しからかっただけであんなに逃げ惑うなんてつまんない。あれ？気づかなかった？あの竜の小娘とのデートで何も起こらなかったのは、私がフラクトシデスの奴らと。ねえ、こんなに答えてあげたんだから、そろそろ私の番じゃない？変に押さえつけられたから、あなたの質問に答えてあげた。私は、あなたに何かを求めてるわけじゃない。とにかく、私はこれからもあなたをお世話し続けるわ。それに、あなたからは懐かしい匂い。椿。次は、もっとしっかり逃げてよね。早い。漂白者さん、遅かったですね。何か問題でもありましたか？敵と会ったのですか？怪我は？そうですか。シカが不審者を見つけました。はい、私たちは今、商業区。Thank you.
漂白者さん、お帰りなさい。さっきまでシカと一緒に黒い花をつけて街中を歩いていたのですが、あ、シカが不審者を見つけたみたいですよ。漂白者か、いいところに。こいつ商業区域でこそこそ嗅ぎ回ってて、なんか怪しいから見張ってたんだ。で、さっきまで探し物をしてるちっちゃい女の子と一緒にいたんだけど、その子急にいなくなっちゃったんだ。これってやっぱおかしいよね。根獣医シカだ。許可証？私、しがない情報屋で名をアールトと申します。はい、無許可ね。となると店舗も持って。店舗？情報商売に店舗って必要なの？なんですか？はあ、じゃあ団体。待て、うちは信用第一、明朗会計。どんな情報でも取り扱っている優良店。なんならここに明確な業務実態がない、つまり違法営業。オタク、責任者は？責任者？あのお方はとっても立派なお方なんだぞ。それはこの星と共に誕生した古き存在、いわば星そのものの意志、世間万象を映す鏡。だから責任者を呼べ。ああ、もうここまで行った。はいはい、信じるし。じゃあとりあえず署まで来てくれ。頼むよ五章だよ。俺はただ人を探してただけで、こんな感じの子供で、人混みに紛れてても一目でわかるような。どんな感じだよ。ほら、君がさっき言ってたあの子だよ。ああ、そう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 、まさにそう。ってご大明神様がよ、心配かけさせやがって。おい、何するつもりだ。獣院さん、俺が探してたのはこの子だよ。あんた、あんこちゃんだね。うん、あんこ知ってる。無免許営業で、金の亡者で、盗み聞き大好きで、子供をいじめるのも大好きなアルトおじさん。あんこちゃん、俺おじさんはやめて、俺まだピチピチなんだけど。ベリーナさん、これは裏山から帰るときに崖のそばで偶然出会ったんです。それもなんとか薬の調合が間に合ってよかったですよ。あんこの心配してくれてありがとう。あんこちゃん、どうして一人でそんな危ない場所に行ったのですか？行ってみよう。それはこのお姉ちゃんを見張るためさ。変なアニメでも見たのかな、あんこちゃん。皆様からどねえ、アルト、あんこに行けって言ったのアルトだよね。なのになんかみんなの目やばいよ。だからあんこちゃん、そういうこと言っちゃダメなんだ。しょうがない、こうなったらもう素直に打ち明けるしか。ここへ来たのは仕事のためだ。それも非常に重要なね。なんす、あんこ。アルト。じゃあな、こっちには世界。待て。逃がすわけには。
私は居住区域に行ってみます。くっそー、あいつわざとやりやがったな。私は巡礼所に行ってくる。地の利ならこっちのもんだ。ここも分かれ道ですか。広場の方は私に任せてください。そっちは頼みます。分身の間隔が狭くなってきた。どうやらこの通りの一番奥にいるようだ。待ってたよ。逃げるなんてとんでもない。最初から本命は君だよ。悪いようにしないからね。ほどほどにしとけ、アンコ。お客さんを脅かし、アルトには言われたくない。まあそう警戒するな。あの二人に花を身につけて街を歩いてもらう。あの花自体は素人を騙し通せる、植物系共鳴者ね。植物系だったらアンコも一人知ってるよ。そうだな、別に驚くことじゃないか。では聞かせてもらおう。君はなぜブラックシュアを探す？必要ね。交流にこんなことわざがある。釣られるものは釣られに来たもの。君が探してた人はなんと目の前にいる俺。どうだい、なかなか有益な情報だったろ。がっかりしないでよ。ブラックショアってそんな、何やらブラックショアに聞きたいことが山ほどある。前にも紹介した通り、だから俺も商売人の端くれ。つまりだな、漂白者さん、俺たちはただ、君には一緒にある食堤の遺跡に。それが終わったら俺たちの知る全ての情報を信用できるからさ。世界中で誠実な商売をしてきた俺たちじゃな、仕方ない。せっかくのご新規様だ。ここは出血大サービスと行こう。これは手付金、そして贈り物だ。俺たちのことが信用ならないのなら、それでもダメなら、あんこ今だ、あの脳殺ポーズを。可憐なアンコちゃんを断るなど誰にもできまい。延長の沼近くの中枢信号塔で待ってるよ。あ、一応一人で来てね。漂白者見つかった。うわ、マジか。やっぱりこの黒い花は、それに含まれている反響エナジーってことは本当にそう。ちゅ、あれがブラックショアかよ。逃げ、彼らと何を話したのですか。食堤遺跡、長年放置されて、しかし現在延長の沼で気象異常が頻繁。もうやんやん、そう心配するなって。わかりました。私は研究員に連絡して、ここ最近無音区の動きが必要ならいつでも呼んでくれよ。そ、
よっ、来た。座標は君のデバイスに転送して、ここからは共同作戦。測定とは極めて神秘的な、世間に広く認知されたのは延長の沼で七彩の黒い光、漆黒の夜に空を舞った若い元気。あれれ、もう寝る時間？悪い悪い、いつもの癖で。ある日を境に、測定の面、測定の責任者である老教授はわしの実験成果か。保証代表白砂さん、好奇心がくいいね。さすが漂白砂さん、そうかなく店員さんから、俺らブラックシュアの役割は、俺たちは信号塔を世界各地、交流にはこういったことわざがある。だが測定のメンバーの失踪後、測定区域に設置した信号塔に損傷が出た。で、少し前にブラックシュアのテティスの一部に異常が発生した。その原因は測定区域の信号塔の破損だから、こうしてこの足で測定に出向き、今回の任務は信号塔の回収だ。けどひょっとしたら珍しい宝をゲットできたり。アールト、あんたの考えはあんこでもわ、まだガキンチョのあんこにわかるもんか。さあ行くぞ。残像探査機壊れてるのか。これだけいるのに全く反応しない。きっと急に出てきたからびっくりしちゃったんだ。おかしいな。まあとりあえず倒しますか。この光で、これも音の力ね。行こう。やっ、さあ、やっ。ここだ。いちいち謎解きとは遊び心満載のやつらだな。食堂に入れる人間が少ないってのも納得だ。このドア、この前アールトが閉じったせいで開かなくなったやつじゃないの？コン、あれはそうだな。
これは。なる、食艇のやつらは疎開雨の再現を試みていたのか。それもここまで進んでいる。疎開雨とは天空界環境エナジーはあらゆる時空の地、おそらくさっき外資、それと一般的に疎開、そして今見たのが第二。俺は疎開雨を研究、執念深いやつらだよ。それにしてもそこまでして探求する秘密とは一体何なのか。ここの電力システムは死んでないはず。手分けして探そう。イエーイ、姉ちゃん出発。あの観察はやたらよく実験に口出す。こんな場所でやっても。そうよね。ベースから蹴り飛ば、ハイセン教授が言った、今度こそあの奇跡を。実験自体はうまくいった。人工疎開雨は第二疎開雨の特性を利用。時間がない。人工制御文句の行こう。行こう。Thank you.
大事にしないとね。行こう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 。最後の部屋だ。パールとお姉ちゃん、ハンコ、すごいもの見つけちゃった。
かすり傷だ。いいものない？見せて見せて。私は死への恐怖にようやく目を覚ましたものの、時ここにかの者たちはわしらの過去である。過去から来た。進み続けてくれ。世界を変える真の扉を開き、その先へと進んでくれ。漂白者、この人を覚えてるか？やっぱりか。電力が戻ったんなら中央エレベーターも使えるはずだ。信号灯はこの下にある。降りてみよう。残響再現。測定のやつら、信号灯のシグナルはこいつのか。俺で勝つ相手じゃない。この戦いはアンコとアルトはいつも、ああ、いつも通りだ。シじゃあこの大きいのはアンコがもらっちゃう。黒目白目いくよ。こいつの弱点はどれだね。そうか、こいつの体は無理やりくっつけた金属パーツでできてる。関節部を狙え。ポッポしたパーツで攻撃して、この図体だけの敵侍をぶっ潰してやろうぜ。転んじゃった。イエーイだ。やっ、あんこに絶好調だよ。変身。かすり傷だ。これも音の力ね。この光で。やっ、目の登場だ。あんこの力を見せてやる。やっ、全然痛くないよ。
響き渡る電音残響再現。いた！メイ、これ楽しいね。あんこに近づくな。隙だらけね。よし、一丁上がり。ふふん、ハンコはできる子だからね。でもこんな大きいの。前の調査によると、おそらく何それでも研究だが、彼らはその偽物に、その結果食への食帝メンバー失踪の犯人はおそらくこいつだ。それと研究員日記に出たあのフラクト氏です。結局ここにいた人たちはかつて経験した神業を怪物に、まさに狂人だ。さて、約束ブラックショアについて何を知りたい。俺はブラックショアの下っ端だが、これは君の漂白者。お互い名刺と悲鳴を消す。そうだよ、あんこは断言する。もちろんこんな話をすぐ信じ、この前あげた花はあれはメンバーの証。ああ、とりあえず信号灯も回避。やっぱり君を頼って正解だった。おっとっと、先に信号。待て、そんなはずは。ねえ、アールと。降ってたら速やかに隠れろだっけ。違う、この雨は本物の疎開雨だ。結局降ってしまったのか。将軍。ああ、前は戦闘可能人員およそ500名、将軍特製の疎開雨対策薬を服用しました。しかし依然として疎開雨の幽霊が見える兵士がいるようです。それであれば大丈夫だ、計画通り進めてくれ。くれぐれも警戒を。この雨が止むとき俺たち。はソカイアメが降る地域との関わりが。もう一度駐屯地を巡回しておこう。なんでって。ケイト会は3年前、全てがうまくいけば今年
し武器ってすっ気をつけてくれ。安心しろよ。天候がしかしだからこそ将軍の職務を引き継いだ後、今週のために身を捧げた人々の将軍に報告。装備の修理および黒石武器の調整完了しました。すでにしかし雨が次第に強くなっています。目下の戦闘は避けるべきかと。体内の軍医もこの雨を警戒し、行動は控えるべきだと断言しています。彼は年数こそ浅いですが、情勢に対するしかしこれが決して逃せない優位。彼の名は確かにお前が正しかったのかもしれない。この雨はあまりに突然で奇妙。これはもう二度とは訪れない。倒すべき敵が今俺たなのに、お前はあの沈黙、いやそうだ、俺たちは皆同じだ。戦いで血を流し恐怖を抱きながら、しかしかつての同胞も家族も俺たちはそれに沈黙をもって答えられるだろう。お前は屍の山の上で命令を下し続けなければならない。最後の敵が地に伏し、疎開雨が再生できるのは事実のみ。ならば俺は皆がその幻覚に支配されることを、それでも阻もうとするのなら潰すまで。俺は俺の力でこの戦にはどれほどの対価を払おうとも勝たねばならない。それが何千に常々考える。あの時お前が俺の立場にあったらどんな選択。俺なら決して背負う命に沈黙と恐怖を持って答えるような真似はしない。さあお前の力を示せ。敵が滅ぶまで。カジョリン将軍、俺たちは守るために戦っています。それに人を大切にする思いはその人を信頼しているからこそ生まれるものです。もちろん俺の選択が正しいという保証はどこにもありません。しかしそんな犠牲が許される道理などないはずです。俺からすれば本質は同じだ。お前も俺も。そうかもしれない。だから
俺もあなたと同じように斧が信念のため戦い続ける。将軍、将軍。気にするな、続けろ。前方の無音区で高密度な周波数反応を検知しました。月層も将軍が言うように徐々に満ちてきています。湾島の戦いの時と同じです。時間だ。予期軍総員全軍陣形を組み、残像町を撃破。月が満ちる時、漂白する者は帰還を果たすか。核が予言するその時もいよいよ訪れる。始まったか。仕掛けてこない、いや指示を待っている。秩序的な残像町、これを操っている者がいるというのか。月層が満ちていくこの疎開雨、漂白者さん、もしかしてこれ。市民の皆さん、演習の通り落ち着いて避難してください。事前に録画された映像だね。レイン様がこの日に備えてキエン将軍に手配。はあ、それにしてもさすがに残像多すぎ。漂白者がいてくれてよかった。そうだ、城門の方に陶器事務長がいるはず。戦況についていろいろ聞けるかも。バリアはどうなってる？最優先で修復中。ただ敵の構成次第ではすぐやられちゃう可能性も高い。あら、漂白者じゃない。おお、そういえば初めましてだったわね。じゃあ自己紹介。天皇の事務長タオキよ。辺境防衛を担当しているわ。改めまして、今週のために戦ってくれて。残念だが今回ばかりはそう簡単にいかないだろう。そうね。それでバリアが破損すれば城内に残像町が発生。漂白者、前に言ったことを覚えてる？疎開雨の本質は天空界から言う、それもとびきり強いエナジーだ。同時にその反響エナジーは疎開雨に濡れたもの、そいつがいわゆる疎開雨の幽霊ってやつ。俺たちが共鳴と呼ぶものと同じ原理で、雨が降る。それと疎開雨にはある厄介な性質がある。漂白者、古来より戦場である今週は戦争を象徴する名式とセットのと。もしそんな場所に疎開雨が形成されてしまえば、
幾千幾万。これが今週が抱え込んできた。バリアはその対策としてレイン様の指示で作られたの。疎開アメが生成した幽霊はある時点でも名式の力によって疎開アメがもたらす影響は、疎開アメが生み出した幽霊は現実の人々に。あの日起きたのは予期軍と北楽野原の残像、それと疎開アメが生み出した残像と、特に疎開アメによって生み出された者たちは周囲への攻撃を無差別的に繰り返し行う。そんな混戦の中、無残に死んでいった兵士がたくさんいる。そして彼らの死もまた無常の雨に記されてしまった。今でも北楽野原には煉獄と化したあの日の兵士たちの。人類は名式の力によって強だから、あの将軍が送ってくれた映像、あれは本当に有益な資料なんだ。ブラックショアのメンバーは名式、月相、疎開アメ、この3社は連動すると推測。正解だけど、まだこれは推測に過ぎない。いかんせんデータサンプル、今わかってるのは名式の復活と深く関わってるってことだけ。月相が満ちたのはほんの一瞬だけのことだった。本当にブラックショアの推測が正しいのであれば。ああ、今の今週の状況は3年前と変わらないのかもしれない。名式の復活は決して偶然ではない。今週の名式の復活は連鎖反応を起こす。だから俺たちは一刻も早くテティス基地に戻ってここで起きてなわけで、俺たちは頑張れ。お兄ちゃんとお姉ちゃんたち、現状はだいたいこんな感じね。疎開雨が止まない限り残像町はいつでも起こり得る。報告、前方に残像町を視認しました。これが終わったら目いっぱいお昼寝してやるんだから。直ちに防御設備を起動せよ。何より、じゃあここは危ないから一旦撤退して。これで終わり。相変わらずやるな。これならどんだけ敵が来ても余裕だね。漂白者さん、
あれ。番頭の戦いの時の月とほぼ同じ。あまり時間は残されていないようね。戦況報告を。はい、バリアの修復。うん、よくやった。お久しぶりです、ヒョウ。ええ、おおむね順調ですよ。先にいた本州が危険にさらされてる今、いつまでも核に頼っているわけにはいきません。これは世の決断であり世の責任なのです。以前コートへ行った時、今週への実質的な支援を約束してもらいました。すでに天皇と研究員の方で地表白者核のメッセージを逆流する雨の帳は大地を覆う、核の言う時が訪れました。もちろんこれは危険な道です。あなたは名式と真っ向から戦うことになるかもしれません。相変わらず揺るぎのない目つきですね。この戦いが終わればあなたは今週を救った英雄として後世に語り継がれることとなるでしょう。あなたが長き夜を越え無事の帰還を果たすよう願っています。各地の関所にあなたのことは伝えておいたよ。漂白者のことは任せたよ。やんやん、それと石崩れの駐屯地。私のことは心配しないで。順位として絶対今週城を守るから。全部終わったらまた会おう。うん、頑張る。長雨ね、嫌になっちゃう。今週城は私たちに。安心して、私たちがいるでしょ。俺もいる。私も。随志団のみんなも。俺たちも。ここには頼もしい仲間がたくさんいるもの。脅迫者もヤンヤンも安心。キエン将軍にもあなたのことを伝えて。長き夜を越え無事の帰還を果たす。トンチにいる残像は片付いた。今週城はどうなっているだろうか。今週城の状況は。レイン様の指示に従いバリアを起動。研究員の方は白石さんがデータモニタリングされた。
脅迫者とヤンヤンが中分かった。ちょうど俺も彼らと合流すると雨が強くなってきた。残像が蘇る兆しも。それに高密この手で道を開かねば。また残像か。手早く片付けよう。運線の鱗だと。名式の復活がもたらした影響は計り知れませんね。さらに極楽の原に近い場所ほどその影響が大きくなっているようです。それに流れ域からも恐怖と血の気配を感じます。どうやら石崩れの高地で激しい戦いが起きたようですね。この先が田沖事務長がおっしゃっていた無音区になります。そこを抜ければ紀元将軍のいる駐屯地です。皆さん無事だといいのですが。あれは予期の兵士でしょうか。あの兵士たちもまた残像が。行くよ。疎開雨の影響が強い。むやみに深入りすると危険です。あそこに予期の兵士がいます。負傷しているのでしょうか。流れ息が安定し、ヤンヤン、何があったのですか。運線の鱗が。俺はこの石崩れの高地は特にここは善なのに、疎開雨の星で俺だけは南国は危険だ。危ない。将軍です。運線の鱗、倒すより他はないようだ。これでどうぞ。これで決める。
ここにてうがつ。やっ、まだ戦える。死ね。成功です。雲仙の鱗とは、幾万の兵士の犠牲が絶えない限り、また数え切れないほどの兵士の将軍。遅くなってすまない。俺が過去の幽霊であればお前を知っているはずがない。でレインとタオキからお前のことは聞いている。来てくれてありがとう。初めて会う者には交流の礼をもって接するべきだが、今は状況が状況だ。これからのレインがお前を信頼していると聞いた。それだけで十分だ。それとこの薬を飲んでおいてくれ。疎開雨の影響を完全に防ぐことはできないが、疎開雨はある条件を満たす。雨の影響を受けている。なおかつその雨域と深い。お前は雲量谷で目覚めたばかりで、今週を訪れたのもこれが初めて。お前は交流伝説に記された名式を吸収。北楽の原にて失われた力を奪還。その達成のため俺も尽力しよう。ああ、おそらく今週も知らないだろう。俺が良き将軍の座に着いたあの日、月が満ちる時、ある帰還すべき人に協力することとなる。お前がその帰還すべき人なのであれば、今度こそお前たちもこの月に気づいただろう。虚栄の月が完全に満ちる時、この大地にはびこる古き影、数え切れないほどの戦争を経験したこの北楽の原は、そして虚栄の月が現れた。おそらく俺たちに残された時間はあまりない。待て、焦りは禁物だ。詳細は駐屯地にて改めて伝えよう。ここへ来るまでに辺りの残像は全て倒した。この道を進めば安全に駐屯地へ行けるはずだ。行くぞ。まるで空から今週を睨む巨人のような、無双選手の野望を示すかのような彫像。その乱れの中で名式の力に影響された瓦礫、岩石、兵器の破片が集まり、やがてこの彫像を作り出した。ヤスは万刀の戦いで重傷を負い、この彫像を皆底に沈めた。だがそれが浮かび上がったということは、ヤツの力が増しているという確たる証拠。急ぐぞ。破人の駐屯地はすぐそこだ。将軍殿。関心さん。関心は補給部隊の護衛として前線に。どういたしまして。金道も北楽の原について耳にしたことがございます。生死に定めあれど、亡き者は再び万物とか。無数の戦士たちの魂が無双。ついてきてくれ。
名式を倒すことが、この戦争の異常について研究員が出した結論は、そのパターンを分析した結果、その無双戦士の力が完全ではない今こそだが、これまでの戦いでの軍是非お前の意見も聞かせてくれ。陣営の兵力を3つに分けて支援射撃ができる遠隔戦中隊、俺漂白者ヤンヤン関心からなる突撃小隊だ。でこちらはクーリン、こちらは学機、これが以前測定した北楽野原の地形図だ。だが名式の影響が強いという、そこは湾島の戦い時点での古い情報を頼るしかないのだが、その中心部には浮遊する空中廃墟があるらしい。また北楽野原につながる道は狭い谷間となっていて、これも行軍の支障になると想定される。もちろんこれは敵にも同じことが言えるだろう。だが一方で無双戦士は、つまり残像の数が減る、俺たちに持久戦は許されない。俺が思うに、そんな状況で俺たちが漂白者、お前には隊の配置、まずは遠隔戦中隊だ。つまりこの隊は有利な地形に配置すれば、存分漂白者、お前ならどこに遠隔戦中隊を配置する？混合編成は柔軟に戦場の状況に対応できるが、遠隔戦中隊の長所は潰してしまう。他の案を考えよう。漂白者、お前ならどこに遠隔戦中隊を配置する？主力部隊の行軍路は狭い一本道で視界も取れない。もし遠隔戦中隊をそこに置くと、照準を定めるのに時間がかかってしまう。他の案を考えよう。漂白者、お前ならどこに遠隔戦中隊を配置、あらかじめ高い位置に配置し近接戦中隊の支援をさせる作戦か。遠隔戦中隊の安全を確保しつつも支援射撃も存分に活かせる配置。次は近接戦中隊だ。近接戦専用武器を装備し、両軍が衝突する視線上は谷間の一本道だ。それを踏まえて進軍ルート、漂白者、お前は近接戦中隊にどのルートを取らせる？地形が決まっている以上、正面からぶつかることは避けられない。ならば正面から圧をかけて敵の守りに隙を作る。ふむ、そうすれば突撃小隊も行動しやすくなるな。最後に突撃小隊、共鳴者によって構成されている。作戦が順調に進めば無双、漂白者、お前なら俺たちをどう動かす？兵力を集中させることによって敵の防衛線に穴を開け、そして敵の源を封じる。もちろんリスクは伴うが、ありがとう漂白者。お前では今回の方針をまとめておこう。クーリン、遠隔戦学機、近接戦中隊を率いて正面から敵を迎え撃ち、突撃小隊の援護を行え。はっ。俺は漂白者、ヤンヤン、そして関心と共に突破口を開こう。そして全力で名式を消滅させる。よし、各自、俺からは以上だ。あとは烈空を奪還し、地波の気象に穴を開けるだけ。あの障壁が見えるか？奴は兵器の吸収を邪魔されないよう、俺たちの重要な任務の一つは、先人が名式に対抗するため作ったこれがなければ、詳細の説明は専門家に任せる。将軍、それに評判モルトフィ、まずはいいお知らせです。悪いお知らせは、現在電源がありません。幸いバックアップのエネルギープラグならあります。レックを使用するのであれば、
まず他に聞きたいことは。しかし実戦での大量破壊兵器の本当に使用許可など下りるのでしょう。俺とレインがあらかじめ手を打って。わかりました。朗報はそれと一つ良くないお知らせが。任せて。脅迫者、これから北楽の原で活動する残像に盛り立った今、宝座を見張る兵士から報告があったの。すでに何体かは烈空の宝座付近に迫っているわ。それに宝座を奪還したとしても、烈空をチャージするには座標はデバイスを通じて送信する。どうかご分を。私もあなた。状況は理解したな。プラグの修理と烈空の奪還は脅迫者とヤンヤンに、俺はなるべく残像の注意を引いて二人の負担を減らすように動こう。さあ行動開始だ。残像長が突然、宝座の方に兵士が何人か残る。お願いです、どうか彼らを助けてやってください。これからよ。この身を刃に。宇宙の同調。やっ。行くよ。これも音の力ね。しばらくは大丈夫そうですね。あの方の状況を確認してみましょうか。将軍ですか。そうか、よかった。この大砲の重要性は理解している。だから引かなかった。修理用の鍵だ。どうやらここまでのようだ。必ず倒してくれよ。ありがとう。必ず勝利を捧げます。どうか安らかにお眠りください。これも音の力ね。光よ、前。この身を刃に。
チャージ進捗 50%。 また残像が来ました。気をつけて。行くよ。行こう。よし。響け。烈空チャージ進捗 80%。 残像の構成が弱まっています。漂白者さん、あと少しです。チャンスがあるはず。この身を刃に。皆の者、レインの身分と権限を持って烈空の使用を許可します。もちろんリスクは承知の上です。ですが何があっても全ての責任は余が取ります。だからどうか余を信じてほしい。今週の勝利のために将軍と漂白者はまっすぐ敵のもとへ長き夜を越え無事の帰還を果たすように。信頼は確かに受け取りました。重い言葉だったね、将軍よ。レインとして命令を下す。各組織、漂白者とキエン将軍を支援せよ。狙いを定めろ。今週のために勝つ。待ってたぞ。
開く。まだ来ます。平気だ、後悔はしない。行くよ。これも音の力ね。この光で。とって刺したる問題ではない。二人ともここから行くぞ。俺に続け。崖に気をつけろ。空中配下だ。この信号灯はまだ使えるな。やはり無双戦士の構成は半この先は。関心さんは大丈夫でしょうか。デバイスで連絡なくなる上はこう進もう。準備が整い次第空中。静かすぎる。まずは慎重に。この壁は牽引すると動くみたいだ。これは予想外ね。道は全て破壊されているか。この辺りに敵はいないようだな。だが油断はするなよ。
彫像に近づくほど現れる敵も強くなる。二人とも怪我はしてないか？いえ、私は大丈夫です。手を出せ。かすり傷か。だ、簡単な応急処置ができる。これからの戦いはよさ、先に進む。行こう。これも音の力ね。浮遊している石、これを使って先に進もう。ようやく繋がりました。名式の影響で通信本当に一癖も二癖もあるわ。話を戻しましょう。まだ射程範囲内にいるので、烈空による支援威力はご覧いただいた通りです。周りに足場となる場所はもうないようだ。隣の瓦礫が足場になるかもしれません。試し壁を狙え。足場を使ってあちらへ移動するんだ。モルトフィ、攻撃に備えて。成功です。電源の残量は3分の1程度。もう一度だけ砲撃可能です。それ以上はリチャージが必要となります。皆様、くれぐれも慎重にお願いしますよ。私も指示に備えます。さっきのように浮遊する石を道にするんだ。待て、漂白者。今の地形は我々に有利。残像をまとめて始末する。いや、まだいけます。ふっ、や、響け。これも音の力ね。聞け。ここは冷静に。風に乗れ。どこも命尽きるまで。これも音の力ね。光よ、映え。消える。いや、ここにてうがっ。これでどう。行くよ。これも音の力ね。打ち倒
いけない。さっきと同じ状況だ。もう一度頼む。無情の詐欺がこんなところに。気をつけ。これも音の力ね。や、行こう。しまった。音が薄れていく。これでどう？休む時か。行こう。無情の詐欺がこんなところに。気をつけ。行くよ。これも音の力ね。隙だらけ。油断した。や、消えろ。行こう。や、待ってたぞ。これでどう？火を待つのみ。行くよ。この光で。これも音の力ね。予想以上に強敵が多かった。俺一人ではかなり苦戦を強いられていた。だがあの彫像が放つ力がまた幾分か。もう時間がない。急ごう。足場になりそうな場所なら上にあります。ただかなり距離がありますね。あそこの瓦礫を除去すれば上昇気流が流れるはずだ。それを使ってみよう。またか。足場を見つけて除去しないと。
歴史を感じるね。頂上まであと少しです。あとはこれさえ何とかできれば。少し動いたな。だがもうあと何回。もうちょっとです。成功です。この先が空中廃墟の頂上だ。道が断たれたか。最後の砲撃指示を頼む。道を切り開いてくれ。残像が多い。烈空はあと一発しか撃てないというのに。いやいや、なぜ。名式が召喚する残像が途絶えないのであれば、誰かが砲撃位置周辺を掃討しなければなりません。その役目、私に任せてください。名式の打倒は私たちの祝願。将軍が犠牲を嫌う優しい方だということも知っています。ですがここにはこうして名式を倒す希望が揃っている。長年の悲願を叶える機会がようやくやってきたのです。私はこれを逃した。お前の言う通りだ。これまで皆さんの強い思いや決意をこの目で見てきました。脅迫者さん、ここは私に任せて。その思い、脅迫者、砲撃の指示を頼む。ここは私が、もう奴らの好き勝手にはさせません。そちらはお願いします。やはり敵の源はここからは名式との戦いになる。脅迫者、準備はいいか。
自信があるようで何よりだ。さあ、この戦争を終わらせよう。こんな場所に月が。いっ、無感謝だと。奴の周波数まで組み直せるというのか。が無感謝の周波数を吸収し、新たなバトンを作り出したというのか。まるで湾島の戦いの時のように。これも音の力ね。これで終わりよ。これでどう？予期の剣術だぞ。ふざけやがって。行くよ。光よ、前。これも音の力ね。待ってたぞ。止められるものか。奴の遠距離攻撃に気をつけろ。うまく回避するんだ。脅迫者、気づいたか。奴らの攻撃、明らかに月を避けている。つまりあの月こそ奴の急所だ。勢いが弱まった。ここは俺が食い止める。お前は木を見てコアを攻撃するんだ。そうまで再現するとはな。チャンスはあるはず。油断した。
これも音の力ね。てめえ、私が決める。はっ、よし。油断した。これも音の力ね。力ね。待ってたぞ。これで決める。これでどうだ。後退はしない。いや、反撃の時だ。少し疲れた。あの戦争の名式が逃げたのか。漂白者、そいつは。もうここは持たない。詳しい話は出てからだ。大事にしないとね。
前回の続きから。押し寄せる残像をたった一人で食い止める羽毛の髪の少女、少女に危機が迫る時、重なる雲の切れ間から高光たる光の柱が差し込んだ。もやも残像もなぎ払う光の柱。そして光に当てられた巨像から現れる二つの人影、漂白者と紀炎将軍。二人の歩みは巨岩を崩落させ、無双戦士の野望は破綻した。よどんだ闘争の空気が一掃され、陛下も病んだ。ことの成否はいつだって天意でなく人の営みによるものだ。一時の失意はあれど、局面を打開しようとする者はいる。かつて星々の降る野原に竜の怒号を聞いた。今はそれに比類する凱歌が響き渡る。この先どうなることやら。だがそれを語るにはまだ早い。